ブンデスリーガ日本人最多得点ランキング第5位、高原直弘。ハンブルガー SV 時代には無失点記録を継続していた。オリバー・カーンから得点するなど活躍した。第3位、奥寺康彦。ウェファチャンピオンズリーグの準決勝でアジア人初のゴールを挙げたレジェンド。第3位、大迫勇也。ドイツ挑戦後は怪我に苦しむが、ブンデスリーガで150試合以上出場する。第2位、岡崎慎司。降格圏にいたシュトゥットガルトに移籍すると攻守に存在感を発揮し、チームを一部残留に導いた。バイエルンミュンヘン戦でゴールを挙げ、日本人では高原以来のバイエルン相手の得点だった。第1位、香川真司。リーグ前半だけで17試合8ゴールを挙げ、一気に世界で注目の選手になった。リーグ優勝に王手をかけたボルシア戦で決勝ゴールを決め、チームの連覇に貢献した。